いやさすがにね中の人はあんな過激な生活してないから、うん、じゃあどんな生活してたんだよ。まあだからいやでも普通こと食生活に関してはどうだった。あーでもね小学校の時はね、うん、中の人偏った食生活してたおっと、うん、今以上にね、うん、魚介が食えなかったから。あそうなんだ。で魚が出ると他のものと一緒他のものと交換をするのよ。いろんな人たちが魚食いてるから試食食べたいからっつって、うん、で最終的にねバナナと牛乳しかお盆に乗ってないっていう給食があったね、うん、塩と砂糖よりかはまあマシなんだけどさ。あ確かに、うん、中の人もだいぶ偏った食生活してるみたいな。そうだね、うん、ちょっとしたダイエッターだよなそんな、うん、ちなみにユージはユージの中の人はどうなの。俺の中の人は、うん、あれだな小学校の時は、うん、ソフト麺ってのは給食はいはいはいあった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 あれを、うんなぜか知らないけど、うん、汁にもつけずそのままねついばんでるのが好きなやつあれでもそんなに味ないよね。なぜか好きだったんだ。あそうなんだ。いや未だにわかんねえんだけどな、うんうん、あれはなんてか知んねえんだけどつゆはでもつゆでちゃんとあったんでしょ。つゆはつあのね食べ方があっておうおうつゆがあるじゃない。おうで麺があるじゃない。別々になってるね。1回目は麺をつけて食べるんだ。おで何だったら半分ぐらいだおうおう残りは生で食うんだなんだろうなそのよくわかんないつゆの食べ方みたいな何それ。そうあのつけ麺焼いてつけ麺食った後にあの刺しくださいっていうのと同じだよね。本当逆なんだろうねそれは。でそれが食い終わったら、うん、だいたいソフト麺って余るんだよ。余るね。人数分以上あるから、ね、そうだね。結構なんかその器分でやっちゃうと結構余ったりするよね。そうだから、うん、こう余ったやつとかを、うん、俺はなぜか知らないけどなんかこうクラスでも欲しがるやつは何人かいるんだな。いるね。そういう物好きなやつ。そうだねいるね。でそいつらと大体じゃんけん大会が始まって、うん、で勝ったら食えるみたいな、うん、でも君の場合はつけずに食べるんでしょ。うん多分他の人たちはみんなつけて食べようと思ってたと思うよ。 2,3 人いたんだよあそうなみんなやってたんだ。意外といたんだ。結構麺だけの味が好きな人は。別に俺の地域がわびしいってわけじゃねえぞ。いや別に僕はそんなことは何も言ってないよ、うんうん、ただなんかそういうのが流行ってたな。ああそうなんだ、うん、あなるほどね一回友達の机からソフト麺とコッペパンとデザートでなんかで出たプリン、うん、ああああああ2ヶ月前に出たプリンが出てきた時はびっくりしたけどねうん一つ聞いていい、うん、その子どうしたの。なんだろうなそいついつもなんか机の中に物突っ込むやつ。なんで物突っ込む なんどうしたかったんだろう。非常食忘れてんだよね、うん、プリン2ヶ月前なんでしょ。すごかった。そうだよね。しかも夏の日だったからさ。プリンってどうなんのよ。なんかねとりあえずぐちゃぐちゃになってた、うん、中が。